はい、酒好き直りの飲酒動画始めていきたいと思います。ですね、前回、ここで訂正があります。前回ですね、酒マニアのうんたらかんたらというタイトルにしたんですが、やっぱりやめました。と、あともう一つ、今までニコ動に上げてたというかやつはやめました。ニコニコ動画ではなく、やはり、ヨーツベの方がね、まあなんだかんだでちょっといいかなと。動画上げるのにもね、ちょっと楽だし。まあ、ね、そういったことで。だから詰まるところ、一番最初はニコニコ動画に上げてて、で、ヨーツベに上げることにして、で、またニコニコ動画に戻って、そして今また、ヨーツベにあげることにしたというね。まあ、行ったり来たりの状態なんですが。はい。まあ、仕方あるまい。ね、俺はそういう人間なので、ということで、まあ、迷惑をかけますが、ね。今後からは、とりあえず、今のところはヨーツベであげるということになりました。今回はビールです。サントリーの、限定醸造、お得意のね、エクストラリッチ。これ飲んだことないよね。でね、なぜかね、500ml の缶しかなくて、これコンビニで買ったんですけど、値段が278円。で、確かこれサークル系で買ったんだよな。あんまりこれサークル系じゃない、多分売ってないですね。今日締めくくるコクと苦味。北米産ビターホップ 100%。天然水仕込みの生ビール。アルコール度数が 5% と。なってます。まあ。サントリーならではの、まあ、天然水仕込みと、お得意の限定醸造といったところでしょうか。ね。もう何でもかんでももうコンビニに売ってるやつはもう限定です。で、何があれなのか全くわかりません。ね。でですね、あとヨーツベの皆さんに、またね、昨日ですかね、ヨーツベの方を見たんですが、俺のね、そのユッキーチャンネル、マイチャンネルの方が、チャンネル登録数がなんと130人を突破したという。ね、びっくりしたんですけどね。これ前回俺見たときしばらく間空いてたんですけど、しばらく見てなかったんですが、前確かね、70人だか80人ぐらいだった気がするんですけどね。一気にね、もうだいぶ上がったんで、それで、それが理由ですね。チャンネル登録者がかなりね、増えてたんで、あれこれもしかしてこっちニコニコ動画では全くコメントとかないけど、ね、こっちの方が人気出るんじゃないかっていう話です。ということでね。で、乾杯。本当に。ね、ありがとうございます。ね。いや、まさかこんなに言ってるとは思わなかったな。これマジで俺のニコニコ動画の方のコミュニティの人数越すんじゃないか。ねえ。じゃあとりあえず、サントリーのエクストラリッチでググります。あ、やっぱサークル系サンクスだ。サークル系のでしか売ってないっぽいですね。まあ大体サークル系時代、俺の近くだと、行けるとこだと2店舗ぐらいしかないんで、まあぶっちゃけほぼセブンですね。セブンイレブンが大半。で、ファミマもね、こっちの新潟の方には、まあ、新潟の方っていうか、俺の
住んでるあたりにはあまりなくて、2軒ぐらいですね。うん。そんぐらいしかありません。うん。うん。味の方は、そうですね。ちょっと苦いかな。若干苦め。うん。ユニグループホールディングスはサントリー種類とタイアップした醸造ビールサントリーエクストラリッチを10月22日から全国北米産麦芽と糖化工程で、麦汁を煮沸することにより、煮沸すんな、麦の旨味を引き出すデコクション製法を用いている。原料には、北米産ビターホップ 100% と天然水を使っていると。しっかりとした苦味のほか、同製法によって引き出されたコクや旨味を感じられる。うんちゃらかんちゃら。うん。まあ、確かに若干苦いかな。といっても特徴としてはもう苦味ぐらいしか、俺の中では、感じない、かな。うん。別にこれといって香りも、まあ、あれだし、うん、コクもそんなでもないし、まあ結構ドライな感じでしょうか。うん。うん。うん。まあ普通に美味しいんじゃね？普通ぐらい。まあ一般的なちょっとドライめのビールかな。うん。あなたの、あ、違うわ。なんだっけ。ワールドビールというサイトで見てみると、ありましたね。コクが三つ星、喉越し三つ星、苦味四つ星、甘み二つ星、総合評価三つ星となってます。うん。でも確かに苦い。確かに苦味は強めですね。うん。うん。まあ。別にいいんじゃない？うん。でですね、今日、まだお約束の、まあ、給料日。今日給料日だったんでね。お約束でね、いろいろ買ってきたんですけど、今日だけでもいきなり、給料もらって、セブンイレブンでおろして、で、その後に、もう直行し、1万円、ほぼちょうど1万円分、酒を買いの、してきたわけなんですが。うん。ちなみに今日買ったのが、
つ、ジンの、まあ、今まで飲んだやつですね。なんだ、ボンベイサファイア。ボンベイサファイアと、あと、タンカレー。あとね、まだこれ飲んでない、ラム酒の、ホワイトラムの、ロンリコ。ロンリコホワイトでしょ？で、あと、また飲んだことある、あれですね、香類焼酎の、4リッターの、タカラの極上と、あと何買ったんだっけ？あ、これまだ飲んでないですね。これ以前から欲しかったコアントロ。高かった。1800円くらいしたけどね。コアントロを買って、あとそんなもんだったかな？あ、もう一つまだ飲んでない。ウイスキー。これも以前から飲みたかった。あれですよ。ワイルドターキーですよ。はい。ね。ワイルドターキーは飲みたかったんですよ。はい。やっぱり、ね。まあちょっと高かったですけど、1700円ぐらい。高いですね。もうそろそろなんか、だんだん最近あれが、なんていうの、金銭感覚がおかしくなってきて、だいぶ高めのお酒を買うようになってきましたね。だって今日だけでも、だってボンベイサファイア1500円ぐらいでしょ？タンカレ1600円ぐらいでしょ？ね、ワイルドターキー1700円ぐらいでしょ？うん。で、極めつけに、コアントロ1800円か。やばいね。徐々にちょっとやばい状況になりつつある。なんかちょっとこれ、ちょっと酸味があるね。結構酸味が若干ありますけど。あとまだ飲んでみたいね、ウイスキーもあるんですけど。もうでも大概飲んだかな、もう。俺が飲みたいウイスキー大概飲んだね。あと今のところウイスキーで欲しいやつはやっぱあれかな。ボーモア。ボーモアですかね。ボーモア。ボーモアのね、ボーモアがね、うん。一番安いのが、12年。うん。これのミニチュアボトルとかあれば買いたいんだけどね。多分ないですよね。結構ミニチュアボトルいっぱい売ってましたね。うん。俺が行った酒屋にはいっぱい売ってたんですけど。結構安いもんで300円ぐらいで。でも 50cc で300円とかだからね。ウイスキー 50cc で3、400円ぐらいするんですけど。それが高いのか安いのかはまあ、どうなんですかね。難しいですよね。そこは。うん、まあでも、ボーモアちょっと飲みたいですね。ボーモアラフロイグ。なんだ。マッカラン。グレンフィデック。確か、アイラとウイスキー。イギリスの近くにアイラ島っていう島があるらしくて、そこで作られてるのが、この4種類か？わかんない。ごめん、忘れた。ボーマーだけだったかな。まあ、それがうまいっていう話は、俺の、ね、同僚から聞いてるんで、
とにかくこのアイラと、アイラ島にある、で作られた、ウイスキーと。いうことですが、このアイラ島が、ウイスキー、まあ大体さ、スコッチウイスキーで、アイラ、英語読みで ISLANDS、アイランズ。違う、これアイランズって、違うわ。ISLAY か。アイラ。アイラ島には8つの蒸留所があると。らしいです。8個もあんの？すげえな。はあ、ちょっとアイラ島ウイスキーでググってみましょうか。アイラ島ウイスキー上。アイラ島のシングルモルトウイスキーがボンモアと、聞いたことない。キルホーマン。あと、ブルイックラディ。あ、これ聞いたことない。ラブガーリン。違う。ラガブーリンか。俺ずっとラブガーリンだと思ってた。ラガブーリンかよ。あと、これも聞いたことある。アードベック。あとは、ブナハーブン。あと、カリラ。ラフロイグ。あ、これもか。あと、ポートエレン。じゃあ、今のところ有名なんだと、俺が聞いたことあるんだと、ボーモアと、ラガブーリンと、別名アイラの巨人だって。かっけえ。ラガブーリンとラフロイグか。この三つはちょっと押さえときたいね。なるほど。でね、癖のなんか強さが、ボーモアが二つ星から三つ星。そしてラガブーリンが五つ星。そしてアードベックが五つ星。そして最後のラフロイグがなんと七つ星です。ラフロイグが相当癖があるらしいですね。個性豊かなアイラの中でも飛び抜けて独特かつ強烈なフレーバーを持つウイスキーであり、味を形容する極として薬品、硫黄、ヨード、消毒液。あは、ほんとかよ。ということです。なるほどね。じゃあやっぱり一番飲みやすいのがボーモアなんですか？癖がないのが。なるほどね。ラフロイグ。アードベッグ。これも聞いたことあるよね。アードベッグ。あ、スコッチウイスキーバランタインの原酒なんですね。はぁ、あ。なるほど、なるほど。で、そのついでにちょっと見たいのが。2000円程度で買える本当に美味しいウイスキーまとめ。っていうので、ジョニーウォーカーの黒。これまとめサイトですね。
ジャック・ダニエル。あ、これは間違いない。あ、ジョニー・ウォーカー黒は、俺飲んだことあったっけ？ないよね。俺赤は飲んだことある。黒はないんだ。残念ながら。ジャック・ダニエルはこれは間違いない。うん。そしてサントリー・オールド。いや、俺別にサントリー・オールドは、別にって感じですね。竹鶴12年。いやー、これも別になんですけど。そして、バランタイン12年。ああ。そして、シーバスリーガル。ああ、飲んだことないね。そして、ワイルドターキー8年。ほう。という、この、何種類 ?7 種類、8種類。らしいです。ね。本当かどうか知りませんけど。まあ、ジャック・ダニエルはうまい。てか、この中で飲んだことあるの。ジャック・ダニエルと、サントリー・オールドと、あと、タケツ12年か。まあ、ジャック・ダニエルはまあ、2000円で、うまいっていうのは間違いないですね。2000円で買うべきウイスキー、かな。俺はこの中で、に、また加えるとなれば、やっぱあれですね。なんだっけ。ハーパーちゃん。ハーパー先生。IW ハーパーですね。を加えます。僕は。あ、やばい。ティッシュがない。ティッシュがない。鼻が噛みたい。何にティッシュがない。うん。ちょっと長くなりましたけど、まあ、毎度のことでしょう。ということで。いや、久々じゃねえや。久々でもねえのか。今日が28日です。いつも給料日が28日なんですよ。もう、給料もらう前、給料日前、だいたい、今日もですけど、800、違う、100円ぐらいしかなくて、やべえとか思いながら、ね。毎度毎回、100円ぐらいしかないんで、給料前は。やべえとか思いながら。もうほぼね、ぶっちゃけあるだけ買っちゃうんですね。うん。金があると使っちゃうタイプなんで。もうとりあえず給料出るからって言って、ガガガーと使いまくって、なくなって、みたいな。ね。ということで評価に移ります。いや、でも本当にびっくりだね。両つべ130人以上、あれだもんね。超えてるもんね。こんな動画に。ほんとかよ。びっくりするな、ほんとに。本気で。まあ、多分、ニコニコとやっぱり両つべだと、やっぱりあれなんじゃないですか。年齢層が違うんでしょうね。多分ニコニコは結構若い人が多いとは思うんですけど。ヨーツベは多分上の年代の人が多いと思うんで、やっぱりそういう意味では酒が飲める人間がいっぱいいるんではないかと。ね。思われます。まあ、別におすすめはしねえな、これ。うん、はい。ね。はいはいはい。コク三つ星、甘み二つ星、香り三つ星、おすすめ三つ星。でね。まあいいや、関係ないんだけど、ヨーツベだとね、ドラッグ&ドロップで一気にね、動画をね、ボキャーンとね、投稿できるんですよ。これが。まあ、本当に。これがすごいところで。で、しかもすげえまとめて結局、ニコニコとやっぱ違うよね。ああ、やっぱすごいと思うわ、ヨーツベは。さすが、世界中で、ね。
愛されてるね、サイトだと思いますけど。もうとにかくすごい。もうね、しかもね、動画撮るじゃん。で、ニコニコの場合だと、100メガまでしか、1動画につき100メガバイトまでしか上げられないんですよ。しかもプレミア会員になっておいてですよ。なので、まあ、エンコードっていう作業が必要になってくるんですけど、まあ、いわゆる圧縮ですね。動画の容量を圧縮して、そのまま撮っただけじゃダメなんですね。撮ったまんま上げようとしても、絶対サイズがオーバーしてるんで、それを圧縮して上げなきゃいけないんですが、四つ目の場合、なんと、一動画確か、何ギガ1ギガ、忘れた。制限なかったんじゃなかったかな。うん、忘れましたけど。まあ、少なくとも1ギガぐらいは上げられるんで、一動画で。なんで、もう、録画するでしょ。でも、できました。そのファイルができました。はい、いきなりぶっ込みます。で、終わり。だから、すげえ楽。とにかく。とにかく、しかも、まとめてできるからね。ドラッグ&ドロップでできるから、まとめてこう、ブワーって選択して。昨日なんて、あれ、30動画ぐらい一気にまとめてあげたもん。ボッキャーって。まだ、非公開にしてるんで、あれですけども。ああ。まあね、最初からもう、あげたらもう、非公開にしないで公開にすることもできるんですけど。まあ、タイトルとか全く、あれなんで、わけわからん状態で上がることになるんで。ね、それはちょっとあれなんですけど。うん、まあ別にそれでもいいんだったらあげますけど。うん、まあ、多分、ビデオ、80とかで上がると思います、タイトルが。ね、はい。まあ少々お待ちいただければと。本当にね、ちょっとね、無駄にね、動画がね、作りすぎてね、もう1ヶ月分ぐらい溜まってるんですよ。1日1動画上げるにしたって。まあ、腰つべなんで、まあ腰つべの場合だったら、まあ1日、何個か、だだだと、まあ、アップすることはできますけどね。うん、まあ、とりあえずまあ、今30件ぐらい、動画が上がってると思うんで、この今撮ってるこの動画ですら、いつ上がるのかっていうのが不明ですね。多分、ちょっとわからないんですけども。今2月28日、録画時間がね、2月28日なんですが、一体これがいつになるのかという話なんですね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。